どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使っていろいろな曲、今日はですね、ちょっとリズムに特化したスペシャル動画を大宮様にお届けしたいと思います。ガズレレではですね、いろんなね、毎日日々いろいろなこうレッスン動画、いろんな曲、タイプの曲のレッスン動画アップロードしてるんですけど、その中でいろんな弾き方を紹介してます。8ビートだとか、8ビートのチャ、レゲエビートだとか、16ビートだとか、レトロビートだとか、疾走ビートとか、ルンルンビートとか、なんかもうわけわかんないでしょ。はい。そのリズムの中で今日1個新たなリズムの、お友達、仲間を加えようと思います。その名前がかっこいいですよ。今から公開しましょう。ドーン！アイランドビート。こちらのビート。すごい心地いいリズムなんで、これからちょっと皆さんの、ミュージックライフにこのアイランドビートを取り入れて、やってみましょう。今日はそのアイランドビートの徹底解説動画です。で、この動画もし初めて見た方もいるかもしれません。ウクレレってはどんな感じなんだろうという方、もうめちゃくちゃ簡単にできるプログラム、ガズレレではやってますよ。もうこのリンク行ってください。そしたらね、もうどんな不器用な人でもあっという間に弾き語りがもりもり楽しめます。ここから音楽を始めていただいて、どんどんまたここに戻ってきてください。今日はちょっとね、そういうわけで、ある程度弾ける人が対象ですけど、まあ、リズムのお勉強ということで、始めてまいろうと思います。まずじゃあ基本からいきましょう。まずどんなビートかやってみますわ。いきますよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。ご機嫌でしょ。やっぱこれアイランド気分ですね。これはこんな感じのビートになります。はい。実はこのリズムはですね、ガズが今まで取りためてきているガズレレ YouTube レッスン動画の中でもね、たびたびこのリズムって実はもうすでに登場しているんですよ。でも、これはこういう確固たるリズムですよっていう感じではなくて、なんとかのなんとかの応用ですよみたいな感じでふんわりちょっと紹介してたんですけど、今回ですね、ちょっといろんな曲をやるにあたって、これ、ちゃんとしたね、リズムの定義しといた方がいいなと思って、これをアイランドビートということに、名付けることに決定しました。決定っていうのも面白いんですけど、今ね、ガズレレ大学っていうのやってんですよ。ガズレレ大学っていうのは YouTube のね、メンバーシッププログラムっていうので、ここの YouTube の下にここにメンバーになるっていうボタンがパソコンとか見てる方あると思うんですよ。そこでね、入っていただくと大学ですからね、リズムのね、練習をすごく深めてやろうって毎週2回のライブ配信と週に1回の動画公開っていうことをやってるんですけど、その中でですね、昨日いろいろこのやり取りしてる時に、カレイシ58さんのバンドのね、アンマーという曲でガズさんがこのリズム弾いてる時に、アイランドスタイルのこのビートだって言ってたっていう話が出てきまして、生徒さんの方から。そして、いい言葉と思って、もうアイランドビート最高じゃないということで、アイランドビートというネーミングに決定しました、昨日。はい。で、今日はこのアイランドビートを順を追って、説明したいと思うんですけど、これね、結構ね、やってみて気づいたのが、16ビートの茶、皆さん苦手だなと思ってる方結構多いと思うんですけど、それがですね、例えば16ビートの茶のやり方、こっちから攻めてる人がね、今日のこのアイランドビートでこっちから行ったら、あれこういうことかって気づく可能性もありますね。ちょっとね、じっくり、時間かけて分析しながら、紹介していくんで、皆さんも見てみてください。まずはですね、このリズム。基本的には、ガズレレ YouTube 動画で紹介しているリズムの中で近い動画があります。まずこれ、レゲエビートとか、ルンルンビート、あとはスラム奏法というのをですね、かつての、ガズレレのリズム紹介でやってます。このガズでご紹介しているリズムいろいろっていうリンク、ここに貼っときます。ここのリンク先に行ってもらうと、ガズが今までね、YouTube の中でご紹介してきた、リズム動画の弾き方が、バーっとこうリストになって並んでますけど、その中からそのね、ルンルンビートと、レゲエビートと、スラムビートが結構参考になるかなと思うんですけど、まずそれで、その他からルンルンビートが超基本です。ルンルンビートって一体何かというと、シャッフルというリズムですね。これよくガズの良いやつですけど、跳ねてるリズムです。普通のリズムって、パン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 。ですけど、シャッフルのリズムっていうのはリズムが跳ねてますから、そうすると、タッ、まずこれが基本です。で、C を押さえて、このルンルンビートっていうのを復習しますと、トントタントトトタントトトタントトトタント、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。これがルンルンビートです。これはね、弾き方。ちょっとここではね、時間短縮のため、もしこれもできない、ちょっと難しいなと思ったら、さっきのリズムいろいろのところでリンクでルンルンビートちょっとやってみてください。動画と一緒に練習ね。はい、じゃあ、この次のステップは、これをですね、シャッフルの8ビート。要はこのチャッカチャッカの中で、8ビートのリズムを弾きます、まず。じゃあやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ドン、ダン、トン、ダン、トン、ダン、トン、ダン、チャッカチャッカチャッカ。この跳ねてるリズムの中で8ビートを弾くってことですね。これできますか？ダ、トス、ダン、ドン、ダ、ドン、
跳ねてるリズムのシャッフルの中での8ビートです。はい。で、これちなみに普通の8ビートでやってみるとこうです。これが普通の8ビートでしょ。シャッフルの8ビートだとタンタッタツタタンタンタッタツタン、体を揺らしてこう跳ねていく。ダイルンルンフィンド。はい。ルンルンビートっていうのはですね、このルンルン気分でやるから、ルン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 気分でやるビートだから、ルンルン気分でこう体を動かしてねやるのがいいんですよ。ルンルンビートをうまく、ルンルンビートっていうのはつまりシャッフルのビートですけど、これをうまくやるコツは体でこうルンルン気分で、はい、次のステップはこのルンルンビート、つまりシャッフルのビートで8ビートを弾いてみるです。はい、これができるようになった方、はい、したら次のステップはこれで8ビートのチャを弾きます。これは結構簡単でしょうね。ワン、ツー、スリー、フォー、ドン、チャッとチッ、チャッとドン、チャッとチッ、チャッとドン、チャッとチッ、チャッとドン、チャッとチッ、チャッ、これは結構簡単じゃないですか。ここまでは多分皆さんできると思います。ちょっとね、今日ノートを書き出したんでシェアしたいんですけど、見てください。まず、はい、アイランドビート完全解説するよということで、まずこの基本見て、はい、ルンルンビートが基本になってますよと。はい、ルンルンビートっていうのは一体何かというと、まあ、シャッフルというあのリズムのことで、跳ねてるリズムだよということですね。これが、ドゥンドゥダンとドスとダスとチャッカチャッカチャッカ。これが基本のやつ。そして、これ、シャッフルでまず8ビート弾いてみよう。これ図を書いたんですけど、タン、タッタツ、タタン、タン、タッタツ、タターンってなりますね。タン、タッタツ、タターン。はい。バツは空振り、丸は引くです。で、これ跳ねてるからね。ダーン、タッタツ、タターン。ダーン、タッタツ、タターンでしたね。はい。これよく見て。ダーン、タッタツ、タターン。ダーン、タッタツ、タターンですね。はい。で、この次、これをね、8ビートのチャ、8ビートのチャで、シャッフルのリズム、ルンルンビートでやります。いきますよ。ダーン、チャッタンタチャッタタンチャッタンタチャッタ、わかる？ダーンタッタツッタチャッタ、はい、星はチャです。丸は引く、バツは空振り、星はチャで、これシャッフルのリズムですからね。チャーンチャッタツッタチャッタダーンタッタツッタチャッタ、ここまで今これおさらいしました。さあ、ここまで来たらもうほとんどできたようなものです。じゃあ、こっから今日のメインテーマであるアイランドビートの弾き方いきます。これはね、チャの位置が変わります。いいですか、見ていてください。じゃん、ちゃっちゃ、ん、ちゃちゃ。さっきの8ビートのチャのルンルンビートを跳ねてるリズムですよね、今ね。これは、数数えますよ。1、2、1、3、4。1、2、1、3、4。2と4の時にチャだったわけですよね。はい。今度は、3の時にチャを入れます。わかるかな？やってみましょう。1、2、3、4。じゃん、じゃじゃ、ちゃっちゃ、じゃん、じゃ。わかった？はい。普通の8ビートのチャ、もう一回入れますよ。ダン、チャッタツッ、チャッタダン、チャッタツッ、チャッタ。はい。これが普通の8ビートのチャでやった、ルンルンビートシャッフル、シャッフルリズムですね。じゃあもう一回、アイランドビートは3拍目にチャが入る。もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。ジャン、ジャン、ジャ、チャッチャ、チャッチャ、ジャン、ジャ、ジャ、チャッチャ、チャッチャ。これがアイランドビートでございます、皆さん。このビートで弾くとですね、世の中にあるいろんな曲、どの曲弾いてもほんとビーチで、もうなんていうんだろう、ハンモックにぶる下がってコロナビールを飲んでる気分になれる。だからアイランドビートです。これちょっと練習してみましょう。しばらく C でいきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ドゥンダカチャッカタッカ、ドゥンダカチャッカタッ、跳ねてね、ダンカチャッカタッ、ドゥンダカチャッカタッカ、ダンダカチャッカタッカ、ドゥンダカ、次は F に変えましょう。はい、どうぞ。ドンダガチャッカダガドンダ。C に戻りましょう。ドンダガチャッカダガドンダガチャッ。G7。ドンダガチャッカダガドンダガチャッカダガドンダガチャッカダガ。じゃーん。はい。この弾き方でね、いろんな曲ちょっと試してもらいたいんですけど、今日はいつもの定番で、ちょっとね、このリズムの取り方、そこからもうちょっと、もう一段。
レベルアップしたことをちょっと皆さんシェアしたいと思います。毎度おなじみ、ガズレルといえばこの曲なんですけど、踊るポンポコリの最初のところちょっとこれ引用させてもらう。こんな感じにコードになってますよね。まずね、これ、なんでもかんでもみんな。やってみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。なんでもかんでもみんな、踊りを踊っているよ。いい感じで踊るポンポコリの最初のところやってみたんですけど、ちょっともう一個聞いてくれる？同じ踊るポンポコリの最初なんですけど、やってみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。なんでもかんでもみんな、踊りを踊っているよ。どうですか皆さん、こっちの方がよりなんかこうリラックスしたゆったりまったり感が出ると思いません？これね、何が違うかっていうと、なんでもかんでもみんなってこのワンブロックで4回今、なんでもかんでもって数えたでしょ？この数え方なのか、なんでもかんでもって、この数え方なのかの違いなんですよ。ということは、最初にやった、なんでもかんでもみんな、踊りを踊っているよっていうのは、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーって数えた。これは8ビートのノリですね、つまり。そうすると、ワンブロックに、ジャンジャーがジャッカジャッカだから、ワンブロック、この弾き方だと、1、2、3、4、5、6、7、8回だから8ビート。ジャンジャーがジャッカジャッカ、1、2、3、4、5、6、7、8でしょ？はい。その次の、ゆったりしたやつは、なんでもかんでも、つまりこれ倍になってんすよ、長さは。だけど、4つを大きくカウントしているから、要は今の2回分弾くってことになりますね。そうすると、ジャンジャーがチャッカチャーが、ジャンジャーがチャッカチャッカになるじゃないですか。そうすると、ワンジャーがチャッカチャッカ、ナンダンダチャッカチャッカ。同じ4カウントだけど、倍のスケールアップしているから、つまり、ワンブロックの中で、ジャンジャーがチャッカチャッカ、ジャンジャーがチャッカ、16回手を振ってるわけだから、こっちは16ビートでリズムを取っているということになります。この感じちょっと、難しいかもしれないですけど、よく理解してくださいね。もう一回じゃあ、8ビートのノリでやっています。いきますよ。ワン、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。なんでもかんでもみんな、踊りを踊っているよ。なんだかチャッカだか、なんだかチャッカだか、なんだかチャッカだか、1、2、3、4。これ8ビートで、ね、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。同じこの弾き方なんだけど、それを倍で取るだけで16ビートがのノリでできるようになります。じゃあやってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。なんでもかんでもみんな、踊りを踊っているよ。どんどこちゃっかた。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ちびまる子ちゃんもほんとどっかのビーチリゾートでなんかこうガーってこうね、日焼け、オイル塗って日焼けしてるみたいな、そんなイメージになっちゃうんですけど、どうですかこのリズムの違い。これはね、どっちがいいとか悪いとかじゃないんですけど、お好みでこの辺もちょっとリズムの弾き方を調整してみ見ていただければと思うんですけど、これだけど、8ビートと16ビートのチャなんですよ。これも両方ともね。ただ、その、ノリが違うじゃないですか。で、この16ビートのチャも、これだったら結構、弾き方全く一緒で、ただただ倍になってるだけなんですよね。だからこれだと結構簡単な、にできてる感じじゃないですか。だからこれで、例えば、16ビートのチャの代表曲である、例えば、スピッツの曲をやったとしても、忘れない。どうですか？こんな感じで、結構、これが普通の16ビートですよね。16ビートのチャのリズムなんですけど、これが難しい人も、この弾き方だったら結構、応用できちゃう。これは結構深い。深いぞということが分かってまいりました。皆さん、このアイランドビート、結構これはですね、革命かもしれませんよ。16ビートがお手軽にできるという、ガズレレでいうところの16ビートじゃあやっぱさすがにちょっと難しいってところあるんですけど、これだったら8ビートの延長線の流れで16ビートのチャの、あのふんわりした感じを味わえるんじゃないかということで、今日、それがすごく大発見だなというふうに思いました。ちなみにこのアイランドビートはですね、おすすめの曲いっぱいあります。例えば、
スロー&イージー、平井大さんの曲とか、あとはですね、Where you down down then in the bed I felt it Joy very chill but you so hard didn't melt it Midnight to こんな曲だとか、あとは Somewhere over a rainbow Way up high こんな感じで、オーバーザレインボー、サモエオーバーザレインボーだとか、あとはもうこれですね、One loveでこんなのもいけると思います。とにかくもう定番のこういうレゲエっぽい曲はもちろんですけど、バラードとかもね、これはいけちゃうです。もう終わりだね。こっちもいいね。君がこんな感じで、いや、あらゆるリズムでちょっとゆるっとさせる、なんかこうリラックスしてこう緊張をこう解きほぐすような、それがアイランドビートでございます。そしてアイランドビートはその使い方もあるけど、16ビートの J-POP の定番曲もこの弾き方で弾いてもすごく結構気持ちがいいということが研究の結果分かってまいりました。この研究はですね、結構そのガズレレ大学ではマニアックにね、もう毎回もうすごいそのガズレレ大学生の人とオンラインでセッションしながら生ライブでね、こういうことをね、まあ語り合ったりリズムの練習してる、そういうとこからこの今日のね、この動画生まれてきたというところもあるんですけど、はい、ぜひぜひ皆さんこのアイランドビート、これはね、なかなかねいい感じです。で、さっき映したこれちょっともう一回この紙でも見て確認しよう。はい、アイランドビート、タンタッタチャッタッタタンタカチャッタタカですね。ここに星が来る。こことここの違いがね、結構面白いでしょ。これ、星マークがこっちはさっきは2回あったの、この1回、3拍目に1回。ここは2拍と4拍目に入ってたのが3拍目に変わった。これだけで、このアイランドビート完成ですね。8ビートがつまりできて、ルンルンビート、要はシャッフルのリズムで8ビートが弾ける人は、つまりこれ、アイランドビートはもうできるってことになるんですよ。その茶の位置を変えるだけですからね。ここがちょっとね、キーポイントになるところだと思いますが。はい。そして、こうさっきも言ったんですけど、このワンブロックのカウント数で、カウント数をこう、雰囲気を変える。例えばここですね。ワンブロックのここ。何でもかんでもみんなのところ。ここを、何でもかんでもころ。ワン、ツー、スリー、フォーを、何でもかんでもって取るか、何でもかんでもって大きく取るかで、この、何でもかんでもみんなって早く取ったときは、こっちは8ビートのアイランドビートってことになるね。ほら、8ビートのアイランドビート。はい。で、これ大きく取った場合、なんてもかんてもって取った場合は、こっちは、16ビートのアイランドビートということになるぞという、こういう分析したこの表があります。はい。そしてここに一応参考までに書いたんですけど、参考になるビートは、ルンルンビートと8ビートのチャと、レゲエビートと、スラム奏法というのがガズレレですでに、さっきのリズムいろいろとこで説明したんですけど、こんな感じの、リズムが一応参考になると思いますけど、まあ、これ見なくても、ある程度のガズレレ見てる方、この今日の説明だけで、きっと分かってくれるんじゃないかなというふうに思います。ここにも書いたんですけどね、いろんな曲でね、アイランド気分盛り上げていこうってことです。これ本当、今皆さんが練習してる曲、すべての曲でこのリズムね、使ってやってみてください。もう曲のムードがらっと変わってね、アイランド気分になっちゃいます、ね。あ、そうだ。そして今このこうやって映してる、この、ほら、アイランドビート完全化図、このね、1ページも、今このサービス始まってるこのガズクラブで、ダウンロードできるようにしておきますんで、これで、ね、よく見たいという方、これを見てね、研究してもらうのもいいかともしれません。ちなみにこのガズクラブっていうのは面白いサービスで、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、もうガズがもう書き溜めて、取り溜めてきた中の、ガズのノート楽譜、いつも YouTube でこう見せてるね、このノートの楽譜が、毎月5曲お選びいただいてダウンロードできるというサービスなんですけど、そこではね、楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなサービスがあるんですよ。まずはですね、今日実はあるんですけど、ガズクラブメンバー限定の生ライブ配信。もう全世界中から集まって課題曲を決めといても大合唱。これめちゃくちゃ盛り上がる。世界中からの参加があってめちゃ盛り上がるとか、あとは非公開の SNS があって、その中で毎朝7時にガズがラジオ配信してますよ。毎日やって。これを聞いてね、毎日皆さんもういい気持ちいい気分でね、もう学校行ったりね、職場行ったりなんかしてね、爽やか気分で一日が始められるぞとかね、あとはその SNS の中で皆さんの演奏動画をアップロードできる場所があったりとか、もうね、ものすごいね、もう活動が盛んになってるんですよ。まあこのガズクラブっていうのは、まあみんなの楽しい場所であり、もうセッションしてもうわーってこうみんな集まれる場所なんですよね。で、先ほどもちょっとご紹介したそのガズレレ大学っていうのは、これ大学ですから、やっぱもうちょっと深いところに攻め込んで、今ね、そのガズレレ大学はリズム
ズムのね、ものすごくこう、なんつうのか、千本ノックみたいな感じで、週に2回濃厚にやってる。それもね、ぜひぜひ、概要欄に詳しいことを、リンク貼っときますんで、ぜひご覧になってください。そして、今日はね、このアイランドビートというのをご紹介したんですけど、ガズレレではほんといろんなリズムのご紹介をしてるんですよ。さっきもリンクありましたけど、またもう一回ここにリンク貼っときます。いろんなリズムで、同じ曲をね、いろんなリズムでやるとね、またいろいろこう、大発見があると思いますね。このリズム、ちょっといろいろ面白がって。チャレンジしてみてください。さあ、それでは皆さん、このね、自分で音楽を奏でる楽しさ、もうめちゃくちゃ味わってもらってね、まあ、この周りの方にもね、どんどんね、この楽しさをシェアしていただいて、このガズレレ YouTube 引き続き、フォローの方よろしくお願いします。チャンネルにいいねだとか、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜が、そのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使ってる方は中身一緒ですんで、ちょっとご確認いただきたいんですけど、ここに、紹介してる動画貼っときますんで、ぜひご覧になってください。そしてね、今回新たに G プレイスという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり、宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんにちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレや、わがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、もう人が集まる憩いの場所ということもあり、で、このガズレレにでも少しできるなんかこう社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って新しく始めてるサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう1個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ。キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいなこのね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。